スタートしました。コースターとエイシンスピーダー、エイシンスピーダー。さらには内から6番体制スティング、体制スティング先手を取りました。リードを半馬身。 8番のシンボリエンパイア、エーシンスピーダー、外からはタツパーシブと前が4頭固まりました、あとは2シン差、アストレーション、外は10番、サトノプライマシー、3馬身下がって、函館ナイト、うちには5番、セイカ・フォルテです、中段、あとは1番、マヤノクレド、追走しまして、後方からは西のガイ DS コンドル、内2番のこういうヒーロー、最後方、3番、ミヤビ・ファルネーゼ、各馬、これから3コーナーを迎えます、1 0 0 0メールを通過。 先頭6番、大勢スティングリードが一馬身、エーシンスピーダー2番手で3コーナーカーブあとは半馬審査13番、タツパーシブ3番手そして一馬審差、内に10番の里のプライマシーこれをかわしていきました8番、シンボリエンパイア34コーナー中間ですあとは函館ナイトアストレーションそして半馬審査5番、聖火フォルテ4コーナーへ向かいますあとは外から7番西の大街以下で 600通過第四コーナーをカーブこれから直線コースに向かいます逃げている6番大制スティング今直線コースに向かいました並んでくるタツパーシブ間には11番エイシンスピーダー3頭広がっている 400m を通過した内をついてくる10番の里のプライマシーあと外からは8番シンボリエンパイア足を伸ばしてきて今2番手願ってくるさあ逃げる逃げる6番大制スティング大制スティング捉らえるか8番のシンボリエンパイア 200m を通過した内から10番の里のプライマシー今3番手エイシンスピーダーが4番手逃げる逃げる6番大制スティング 抜かせない2番手には8番シンボリエンパイア3番手10番里のプライマシー6番、対戦スティングゴールイン大スティング人気に応えて逃げ切りがち。